皆さんこんにちは、モード A ののりです。はい、ベビー A のアリアです。まりちゃんベビー A じゃないか、キッズ A のアリアです。あ、ずいぶんご機嫌じゃないですか。はい、実はですね、とあるところにアリア行ってきました。アリアどこ行ってきたの？保育園。はい、あさって私ちょっと膝の手術今ちょっと検討していて、まあ、まだわかんないんですけど、で通院してるんですけども、通院でちょっと家から少し距離があるんですね。でいつもだったら訪問看護の方にレスパイトというもので、あのなんていうのかな、面倒見てもらうっていうの、家に来てもらってっていうのをやってたんですけど、今回ちょっと予約が取れなかったので、初めて保育園に一時預かりで預けることにしたんですけども、最初からね4時間とかだとちょっと心配だっていうことを聞いたので、奈良市保育っていうのかな、今日2時間行ってきました。アリアちゃん行ってきたんでしょ？はうん、笑ってますけど、私が迎えに行った時大泣きでした。爆泣きしてたね、アリね。なんでかっていうと、おむつ替えてたんですけど、ちょうどね、なんかおむつが気持ち悪かって泣いて替えてもらって、そのまま爆泣きしてたのか分かんないんですけど、めちゃめちゃ泣いてて、思わず笑ってしまうほど泣いてましたね、アリちゃん。でもなんか話を聞いてみたら、今日は2時間初めての保育園だったんですけど、最初の1時間は保育園の先生に抱っこ、おんぶしてもらったんでしょ、ね、おんぶしてもらったんでしょ、アリちゃん。おんぶ1時間、アリちゃんおんぶ1時間してもらってたらしいんですよ。でその後になんかアンパンマンのおもちゃで一人楽しく遊んでたらしくって、アリちゃんお友達とは遊ばなかったのかな、はい、でそんな感じで遊んでた後におむつ替えになったら、もう大泣きしたっていうことでした。そうなのね、アリちゃん。困っちゃうね、ママが見たのは大泣きしてるシーンですから、心配になっちゃうじゃんか、アリちゃんぺ。1歳、アリちゃん何歳？1歳。ピカピカプー、ピカピカプー、ピカプー、はい、パピプペポー、やないの？はい、パピプペポー、パピプペポー、君ピカプー、アリちゃんドド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 カーン、ドド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 カーン。はい、以上を、初めての保育園の報告、自己申告、違うな、記録でした。